お待たせいたしました。ここで両チームのメンバーの発表を行います。まずは清水エスパルス、スターティングメンバーの発表です。背番号1、ゴールキーパー西部陽平。背番号11、ディフェンダーエウシュニョ。背番号3、ディフェンダーファン・ソルト。背番号26、ディフェンダー二木ひろし。背番号25、ディフェンダー松原コウ。背番号7、ミッドフィルダー宇坂メツナリ。背番号6、ミッドフィルダー竹内涼。背番号30、ミッドフィルダー金子翔太。背番号11、ミッドフィルダージュリオール・ドゥドラ。背番号17、フォワード川井陽介。背番号49、フォワードドグラス。続いてサブスティチュートメンバー、背番号21、ゴールキーパー高木は通る。背番号2、ディフェンダー勝田優子。背番号5、ディフェンダー鎌田翔馬。背番号27、ディフェンダー飯田隆弘。背番号14、ミッドフィルダー楠上純平。背番号16、ミッドフィルダー西澤健太。背番号9、フォワード、チョン・テセ。そして監督、篠田義行。清水エスパルス、以上のメンバーで本日の試合を行います。前川大也。背番号3、ディフェンダー渡辺